皆様こんにちは。フルートミージカル創造者の斉藤麻衣子です。 はい、こちらはですね「ともしび号と行く音楽隊を」を、はい、皆様に告知しなくっちゃっていうお話がね昨日盛り上がりましてですねあの写真を探して発掘して、はいえー、とチラシと合わせて、えー、と茨城市音楽芸術協会のツイッター、Twitter、の方から、えー、とアップをお願いして早速アップしてもらったやつが、えー、とこちらの画面で見ていただいている分です。で私の方も今日のね明け方に、はい、寝る間を惜しんで夜中の2時半 何ぐらいいだだったたかなあの X にあの初投稿させていただきましたすごく昔に Twitter やってたんですけども、えー、やらなくなってからパスワードがわからなくなって入れなくなって、えー、とりあえず友達のをね見に行くために、えー、と一編5月かなんかに作ったんですけども、えー、また放置して一回も投稿しないままほったらかしになってたやつを初投稿が灯火号となりました。 はい、こちらはね。9月の22日にえっ、ー、と美山の里で演奏させていただきました。灯火号のはい、音楽隊のね。写真です。私たちが今手に持っているのがクリスタルフルートガラスでできたフルートです。この日はクリスタルフルートやえっ、ー、とマ、ま、サボテン、レイン、スティック、コン、サート、フルート、アルト、フルートなどいろいろな楽器を使いながら主に笛がメインで皆様には楽しんでいただきました。 えー、明日三山の里にまた行くんですけども明日はねちょっっと変わった楽器をね演奏しますよ、えー、10月の、ね、5日に岩倉に同じね志保ちゃんと一緒に行かせていただいた時には、えー、とこの時もまたねあのちょっと変わった楽器、はい、あの見てわかる通りにすごい柵みたいなのがありますけどあれも楽器なんですけど、はい、使わせていただいたりしておりましたがあの明日はトリプルオカリナと言ってね 3つののが一緒になったトトリリプルルカリナやインンディアンフルートですね今あのネイティブアメリカンフルートっていうのがね正式名称になりますけどあのとかあとミュージカル奏「ノコギリ」って言った方が皆様にはピンとくるかと思うんですけど横山ホットブラザーズさんで有名になりました「あのお前はアホかな」のあの楽器ですね。で、えーとまあ、オペラのアリアなんかをちょっと演奏したりなんかする予定です。 今ね、そのアリアについて先日コレペティさんにねいろいろと突っ込まれたので、えー、とアリアの勉強をしているところです。<laughs> もうなるべく明日は母さんに近づけたいんですけど色々と、はいろいろと準備が、はい、大変ですあの。気持ちだけはね。 もうすっかり、はい、心の中はそのアリアの主人公と同じ気持ちなんですけどもねあの音楽でこう表現する時に歌詞があるっていうことをねこうのコギりに置き換えて表現するっていうことがねあ大変難しいなと思ったりまた楽しみだったりなんかしますえ明日のお天気どうでしょうねきっとと晴れれててくれると信じていますでは皆様また1時15分に宮山の里でお会いしましょうまたね